ジョン・エリクソンは、スウェーデン出身のアメリカの発明家であり、機械技師。スウェーデン・ベルムランド地方のラングバンシャイトンで生まれたが、歴史に名を刻むのは主にアメリカ合衆国に移ってからである。父は、ベルムスランドの鉱山で監督を務めていたが、陶器に失敗して財産を失い、1810年に、 ファーシビッチに引っ越した。そこで、イエータ運河の工事で葉っぱの監督として働いた。イエータ運河の建造シャバルザール・フォンプラテンは、ジョンと兄、ニルス・エリクソンの類いまれな才能を見出した。二人は、スウェーデン海軍の機械工見習いとして採用され、運河事業で実習生として働くことになった。14歳でジョンは、 一人前の測量技師となった。彼の助手は測量作業中に彼が機材に届くように足台を運ぶ役目を果たした。17歳の時ジョンはイェムトランド地方でスウェーデン陸軍に入隊し、イェムトランド方面風評連隊の少尉となったが、すぐに注意に昇進。スウェーデン北部で測量任務につき、余暇時間には蒸気の代わりに、 炎から上がる梅煙を推進体とする熱機関を作っていた。機械へのスキルと興味が増したため軍隊を辞め1826年にイングランドへ渡った。彼がそれまで作っていた熱機関はカバ材を燃料としていたが、イギリスでは燃料の主流が石炭になっていたためうまく機能しなかった。ノベルティ合失望にもかかわらず、 彼は代わりに蒸気を基盤とする機構をいくつか発明し、ファンを追加して、酸素供給を増加させるなどの熱プロセスの改良に努めた。1829年、ジョン・ブレイスウェイトと共に蒸気機関を作り、それを搭載した蒸気機関車ノベルティ号で、レインヒルトライアルに参加した。これは、リバプールマンチェスター鉄道が開催した機関車、競争である。 競争そのものでは、最も早かったが、ボイラーの故障に悩まされ、結果として、イギリス人技術者ジョージ及びロバートス・チーブンソン、親子が、ロケット号で優勝した。エリクソンの蒸気消防車は、実際に消火に貢献するなど、波外れた技術的成功を成し遂げたが、ロンドンの既存の消防団や市当局からの抵抗に、あった。 エリクソンはジョン・フランクリン教にも蒸気機関を提供したが、フランクリンが目的地を秘密にしたため一般的な環境向けの設計となり、極寒の中で故障してしまった。この頃エリクソンが発明した中では、複水機が最も成功し、長く使われることになった。これは蒸気船が海上を航行中に排気である蒸気から、 淡水を作り出すことを可能にした。また、水圧を利用した促進機である深海側縁もマイナーだが長く使われることになった。この頃エリクソンは発明品の開発費がかさみ、商業的にも失敗したため、債務者監獄に一時的に収監されている。また、19歳のアメリア・バイアムと結婚したが、この婚姻は大きな失敗で、 妻の死と共に終わった。エリクソンの半月着に、エリクソンは2つのスクリュープロペラを別々の方向に向けた船を設計した。しかし、イギリス海軍本部はこれを気に入らず、そこで幸運にもアメリカ人艦長ロバート・ストックトンに出会う。ストックトンはエリクソンにスクリュー推進の蒸気船を設計させ、アメリカに渡ってもっと自由に発明をしないかと誘った。 1839年、エリクソンはニューヨークに移住した。ストックトンは自身の政治的コネを利用し、エリクソンに新たなフリーゲート級艦船の建造を監督させようと計画していた。大統領ジョン・タイラーの下で、この新設計に予算が割り当てられた。しかし、その予算はフリーゲート艦ではなく700トンのスループ艦の分だけだった。 このスループ艦はアセス・プリンストンと名付けられた。プリンストンはストックトンの故郷である。この船は当時最先端の水上戦闘艦であり、3年をかけて建造された。2機のスクリュープロペラに加え、回転台座に12インチ先込み砲を設置する設計だった。この砲塔もエリクソンが設計したもので、 フープ製法で法が頑丈になっており、従来よりも推進力を大きくすることができた。他にも組み立て式の煙突や改良型反動システムなどの発明が使われている。船の完成が近づくにつれ、エリクソンとストックトンは反目するようになっていき、ストックトンはエリクソンをプロジェクトから締め出そうとし始めた。ストックトンは 船の開発を行ったのがエリクソンであることを部外者に隠そうとし、2機目の12インチ砲塔を自分で設計して、すべての手柄を自分のものにしようとした。しかし、1機目の砲塔の設計を理解していなかったため、2機目の砲塔には致命的な欠陥があった。この船は浸水した当初、大成功を収めた。 1843年10月20日、プリンストンは当時最速と言われていたガイリン・セングレート、ウェスタンとの競争に勝利した。しかし不運にも、ストックトンの砲塔でデモンストレーションを行った再起法が壊れ、国務長官エイベル・アップシャート、海軍長官トマス・ギルマーを含む8名が犠牲となった。ストックトンは壊れたのが、 自身の設計した砲塔だったにもかかわらず、避難をエリクソンにそらそうとした。また、エリクソンへの報酬の支払いも拒み、政治的コネを利用して海軍がエリクソンに支払うのを阻止した。これらのことから、エリクソンはアメリカ海軍を深く恨むことになる。エリクソンがイングランドからニューヨークに到着すると、グリニッチビレッジのサミュエル・リズリーが、 フェニックスファウンドリーで働いてくれるよう頼んできた。そこで彼はコーネリアス H デラメイターと出会ってすぐに息統合し、その後二人は常に相談して事業を行うようになった。エリクソンはデラメイターをヘンリー、デラメイターはエリクソンをジョンと呼び合う中で短期なエリクソンとしてはこのような友情を築いたのは非常に珍しいことだった。その後、 デラメーター・アイアンワークスはエリクソンが新たなことを自由に試すところとして知られるようになった。まずエリクソンが作ったのは世界初の鉄製の蒸気船、アイアンウィッチである。エリクソンの発明したホットやエ,エンジンはデラメーターが建造した船エリクソン号に搭載された。デラメーター・アイアンワークスはまた潜水艇、自走式魚雷、水雷艇なども建造した。 デラメーターが1889年2月2日に亡くなった時エリクソンは悲観にくれた。エリクソンがそのほぼ1ヶ月後に亡くなったのも友人や知人には不思議なことではなかった。エリクソンは1820年代に発明した独自のカロリックエンジン、またはホットやエ,エンジンを改良しようとした。これは当時の科学用語であるネッソ。 すなわち熱い空気を推進体として蒸気の代わりに使う機関である。1816年にロバート・スターリングが似たような装置の特許を取得していたため、この種の装置をスターリングエンジンと呼ぶようになった。エリクソンのエンジンはスウェーデンの木材とイギリスの石炭で燃焼温度が異なるため、当初はうまく動作しなかった。失敗にもかかわらず、 エリクソンはアメリカ芸術科学アカデミーから1862年にランフォード賞を授与された。カロリックエンジンはボイラーが不要で、小規模の工場では蒸気機関よりも実用的だったことから、後にエリクソンはこの発明でそれなりに経済的成功を収めた。エリクソンは熱交換器としてヒートシンクをエンジンに装備し、それによって燃費が大幅に向上した。 1854年9月26日、エリクソンは鉄で覆われ、ドーム型砲塔を備えた戦艦を絵を使ってナポレオン三世に提案したが、フランス皇帝はその発明を褒めたたえるだけで実現させようとはしなかった。フィリップ・スタットにあるエリクソンの墓、南北戦争勃発直後の1861年、連合国は即座に、 既存のアセス・メリマックののの船体をベースとして、鋼鉄の装甲艦の開発に取り掛かった。メリマックはバージニア州が連邦から離脱する際にノーホークの海軍基地で燃やされた艦だった。事態を重く見たアメリカ合衆国議会は1861年8月、合衆国海軍に装甲艦の建造を推奨した。エリクソンは未だに アメリカ海軍を毛嫌いしていたが、コーネリアススクラントンブッシュネルに説得され、装甲艦の開発に携わることになった。エリクソンはモニターの設計図を描いた。モニターは従来にない斬新なデザインの装甲艦で、様々な議論の後1862年3月6日に建造が完了した。計画発足からわずか100日ほどという異例の速さだった。 3月8日、南軍の総攻艦バージニアが、バージニアの北軍側の海上封鎖部隊に襲いかかった。翌9日、現地のバージニア州ハンプトンローズにモニターが現れ、2隻の総攻艦が相打ちとなり、北軍の艦隊を全滅から救った。その後、モニター艦が多数建造され、合衆国側を勝利に導く原動力の一つになったとされている。 現代から見れば単純な設計だが、モニターの基本設計要素は、後世の設計者が様々な戦艦に流用した。その後エリクソンは、魚雷の発明に従事し、水面下の発射口から砲弾を発射する水雷艇デストロイヤーを開発した。また、ジョン・フィリップ・ホランドの初期の潜水艦の実験にも、技術的支援を行った。 コントリビューションスツーザ戦手にあるエキシビジョンという本では太陽熱を集めてホットやエンジンを動作させる3エンジンを解説している。これらの設計をメタンガスエンジンに転換しエリクソンはさらに富を得た。エリクソンの発明はいずれも大きな産業に発展しなかったが史上最も影響を与えた。 機械技師の一人とされている。1889年に亡くなった後、遺体は巡洋艦ボルチモアでストックホルムまで運ばれた。エリクソンはベルムランド地方のフィリップスタッドに埋葬されている。ニューヨークのバッテリーパークにある、ジョン・エリクソン像スウェーデンのヨーテボリにある、ジョン・エリクソンの像エリクソンを称える記念碑は以下の場所にある。アメリカ海軍には、 アセス・エーリクソンと名付けられた感染がいくつかある。1936年の映画ハーツ・イン・ボンデージは、装甲艦モニターの戦場も舞台の一つになっており、ジョン・エリクソンをフリッツ・ライバー・シニアが演じている。ハリー・ハリスンの歴史改編 SF である、スターズこれらの発明を使い、ウィリアム・シャーマンは全く新しい電撃戦戦略を、 観光する。ありがとうございます。